こんにちは、 YouTube のツボです。では今回もドラゴンクエストタクト進めていきます。よろしくお願いします。ではメインのストーリーいきますので、いつも通り冒険からストーリー、最新のストーリー進めます。6章に入ってまして、6章4話どんどん強く、こちら行きます。パーティーメンバーはいつものメンバーで行きます。敵情報だけ確認します。おお、メタルライダー、少しかっこいいのが出てきましたね。じゃあ行きます。シルバー杯の準備は順調のようじゃの。はい、王様。次の大会もきっと素晴らしい戦いが見られるはずです。うむ、楽しみじゃな。戦いに燃える者たちの熱意がこの会場を焼き尽くすかもしれぬ。それ言い過ぎ。あ、なるほどな。このやりとりがいつものパターンなんやな。ほっほっほ。まあそれはさておきちゃ。YouTube のツボの戦いぶりは特に楽しみじゃの。今頃は何をしておるんじゃろうな。おお、嬉しいな。気にかけてくれてるんや。わあ、モンスターが来たの。YouTube のツボがいるから大丈夫。落ち着いていこう。おお、バギマがよう効くんやな。メタルライダーはバギ系に弱いってことか。はあ、疲れた。結構手ごわい敵だったね。二人ともお疲れ様。強くなったつもりだったけど、まだまだだったの。悔しいの。もっともっと強くなるの。 YouTube のツボ、辛くとぼーっとしてないでどんどん先に行くの。ああ、待ってよモナ。もう本当に落ち着きがないんだから。ああ、モナンの張り切りについていくのは大変だね。いや、そういうことを言うのはやめよう。いい絵でしとこう。え、そうなの？さすがだな。やっぱり君は一味も二味も違うね。急、走りすぎて疲れたの。確かこの辺りに村があったはずだから、今日のところはそこで休んでいこう。おお、早いな。もうボス戦か。6章5話、弱気な
暴れ牛鳥。敵情報だけ確認して、暴れ牛鳥、ブラウニー、メイジドラキ、ホイミスライム。ああ結構バリエーション豊かなパーティーやな。シャドウとイオ、イオは持ってないから、もうこれ力で押し切るか。はあ、どうして僕ってこんなにダメダメなんだろう。むむ、なんだか落ち込んでいる子がいるの。あ、旅の人ですか。ようこそ、ゆっくりしていってください。元気がないみたいだけど、どうかしたの？僕、マスターリーグに出てみたいんです。でも、勝てるかどうか不安で。なんだ、そういうことなの？なら、ここで練習してみるといいの。練習？僕のチームなんかと練習してくれるんですか？もちろんなの。いつでもかかってくるといいの。あ、ありがとうございます。手加減はいらないので全力でお願いします。だ、そうなの。YouTube のツボ。ガンガン行こうぜ。で行きたいの。仲間たちが分断されている。暴れ牛鳥側の配置に要注意だ。暴れ牛鳥、見た目は結構強そうやな。あー、スカラか。厄介やな。弱点はまれば一発か。はあはあ、すごく強い。でもあなたのチームも強かったの。もっと自分に自信を持っていいの。あ、ありがとうございます。僕を YouTube のツボさんたちの弟子にしてくれませんか？すいません、今 iPad の Siri の声がちょっと入ったかもしれません。無視してください。皆さんと一緒にマスターリーグを目指したいんです。もちろん僕たちでよかったらいくらでも力になるよ。わあ、よろしくお願いします。モナン師匠、スラクト師匠、それから YouTube のツボマスター。師匠、
いい響きなの。あはは、それならシルバー杯もより一層頑張らないとね。弟子の前でかっこ悪い姿は見せられないの。よし、これでまた仲間が増えたと。嬉しい。6勝6話シルバー杯第1試合。敵の情報はヘルコンドル、シャドウ、ゴースト、ガーゴイル、ホークマン。あー、なかなか強そうやな。さあ、いよいよ始まったぜ、シルバー杯。戦いに挑むは、ブロンズ杯で見事な活躍を見せてくれた YouTube のツボチーム。対するはヘルコンドルチーム。さあ、この戦い、どちらが勝つのか。そんなの私たちに決まってるの。いいね、その自信にあふれた言葉、しびれる。いざ、レディーファイト。ああ、そうか。相手4マス動けるやつがほとんどか。ちょっと弱点を見て配置を微調整していきます。弱点にはまってまえばなんとか押し切れるな。熱い、熱すぎるぜ、YouTube のツボチーム。次の戦いも期待してるぜ。わーい、わーい、やったの。あの YouTube のツボってやつか？俺の大事な宝を奪った犯人は。そうさ、極悪非道なやつだ。悪魔のやつ、また変なこと吹き込んでるな。うぐぐ、許せねえ。
この俺を怒らせると、怒らせるとどうなるか分からせてやる。へへ、ちょろいドラゴンだぜ。こんな簡単に騙されるとはな。見てろよ、YouTube のツボ。お前たちの冒険はここまでだ。6章7話シルバー杯第2試合。敵情報を確認して、あー、バブルスライムとか毒矢頭巾、腐った死体、リビングデッド、お化けキノコ、あー結構癖のあるメンバーやな。状態異常をガンガン使ってくるっていうやつか。さあさあ、やってきたぜ。シルバー杯第2試合。躍進止まらぬ YouTube のツボチーム。対するは激動止まらぬバブルスライムたちの毒毒チーム。毒の攻撃をしてくるモンスターばかりだね。毒は油断しているとどんどん体力が減っていくから気をつけていこう。割と炎系、メラとかギラに弱いんかな。なるほど、キラータイガーの炎が効くな。よっしゃ、火力でなんとか押し切れるな。オッケー。 YouTube のスポチーム第2回戦も大勝利。次は準決勝だぜベイベー。この快進撃はどこまで続くのか。奴らの戦いから目が離せない。よしよし、その調子で勝ち進めよ。お前たちを倒すのはこの俺だからな。はあ、疲れたの、ちょっと休みたいの、辛くとちょっとベッドになってなの。わあ、もう次の試合始まるからほどほどにね。 YouTube のツボも疲れてるだろうし、ちょっとでも休んでね。おいおい、気が抜けてんじゃねえのか。そんなんで勝ち上がれると思ってるのかよ。しっかりしろよ。倒したいのか応援したいのかよくわかんねえやつだな。
ふわ、俺も疲れたし、ちょっと休むか。6勝8話シルバー杯準決勝いきます。敵情報は、地獄の使いが軸かと、まあメイジドラキー、ジャガーメイジ、魔法もガンガン使ってくるな。やってきたぜ、シルバー杯準決勝。決勝戦への切符を手にするのは一体誰だ。かっこよすぎて怖いくらいだぜ。 YouTube の、YouTube のツボチーム VS 地獄の底へと引きずり落とす地獄の使いチーム。うおぉ、いいぞ。どんどんぶちのめしちまえ。つぶせ、つぶせ。えらく荒っぽい声援やな。熱い戦いに観客も大興奮。だが、乱入はご法度だぜ。なんだか観客の雰囲気が少し怖い気がする。気にしすぎなの。 YouTube のツボがかっこいいからみんな興奮してるだけなの。そうだといいんだけど、なんだか物騒な感じがするな。互いにどんな激闘を見せてくれるのか見逃しがたいぜ、こうご期待。よし、ボスをいきなり倒した。あー、メラミか。結構威力あるな。YouTube のツボチーム、準決勝も圧倒的な強さで勝利を収めた。さあ、次はお待ちかね、シルバー杯決勝戦だ。あ、もう決勝か。結構早いな。YouTube のツボチームと戦うのは一体どんなチームなのか。盛り上がっていこうぜ。へっへっ、それでこそ YouTube のツボだぜ。俺にやられる覚悟がよーくできてるってもんだ。さあドラゴン、お前の怒りをぶつけ。あ、なんかボケたことありそうだな。グーグー。
おいこら、寝てんじゃねえ。大会始まるぞ、おい。ああ、もう、押してってやるから、感謝しろよ。6勝9話シルバー杯決勝戦敵はドラゴン、バトルレックス、地獄の門番、毒矢頭巾、ベビーサラマンダ。決勝戦の対戦相手は誰なの？ケケケケケ、待たせたな。決勝戦の相手は俺だ。あれ、また道案内屋さんが対戦相手なの？だから、あんな矢じゃない。前にも言っただろう。俺は悪魔様だ。そういえば、そうだったの。私はモナン、よろしくなの。ああ、ああ、よろしくって違う。おい、起きろ。試合始まるぞ。おやおや、ドラゴンチーム、戦意喪失か？返事をしてくれ、ドラゴン。おお、ドラゴン、かっこいい。てめえは、YouTube のツボ、ここで会ったが100年目だ。ドラゴンの眠っていた闘志が目を覚ました。なんなの、すっごく怒ってるの。俺の大事な宝を奪った落とし前、ここでつけてやるぜ。宝を奪った？ YouTube のツボ、そんなことしたの？ YouTube のツボは私たちとずっと一緒にいたの。そんなことできるわけないの。うるせえ。お前らも共犯なんだろう。ぶちのめしてやる。おーっと、これは思わぬ因縁か。この危機を前に YouTube のツボは一体どうするのか。とにかくあのドラゴンを落ち着かせて冷静に話を聞いてもらおう。
へえ、毒矢頭巾結構ええやん。あんな攻撃できるんや。倒した。くそ、この俺が負けただと。宝を取り返さなきゃならないのによ。だから宝なんて持ってないの。一体誰がそんなこと言ったの。こいつが教えてくれたんだよ。って、あれ？あいつ、どこに行ったんだ？もしかして、悪魔に？僕たちも前に騙されたんだよ。騙された？じゃあ、俺の宝は？悪魔が盗んだかもしれないの。グググ、許せねえ。あいつ、ぶちのめしてやる。おい、YouTube のツボ。悪魔は、お前のことをやけに気にしてた。だから必ずまた、お前の前に現れる。あいつをぶちのめすためにも、お前について行かせてもらうぜ。これで、まあ、ドラゴンが確実に味方になるってことか。よし、新しいマップ開放と。7章、冒険は大変？では、7章まで、ステージ開けたんですが、また次に7章は楽しんでいきたいと思います。今回はここで終了したいと思いますので、ご視聴ありがとうございました。